さあ、矢をよろず新しい神社にやってまいりました。イエーイ、だってさ、なんでまたアイマスクなの？うん、なんかアイマスク兄貴になってない？確かに、ね、私なんて3回連続だよ。そうじゃん。いや、じゃあ今回の神社はこう見ればわかるっていう神社なので、まあ、こういうところをね、みんなにも楽しんでいただこうっていう、まあ、粋な計らいじゃないですか。ということで、ここでアイマスククイズ。イエーイ。最近寒くなってきましたね、はい、さあ皆さんは寒くなったらどうしますか？沖縄行く、ハワイ行く、熱海行く。渋いですね、熱海。違います、もっとこう身近なものです。身近なもの、うん、あ、ストーブつける、こたつに入る、熱海行く。好きね、熱海、あなた好きですね。違います、こう身につけるものです。身につける、あ、はいはいはい、マフラー巻く、手袋する、熱海行かない、熱海行かない。行かないよ熱海、そんな目してもダメよ。行こうよ。ダメです。違います、セーターでしょ。セーター、あー、セーター、ね、着るでしょ。着る着る。セーターといえば、うん、ウール、うん、ウールといえばお世話になる動物何ですか？羊です。小野小町の矢をよろず。さあ、ということで、矢をよろず4つ目の神社はこちらです。羊神社でございます。羊神社、至る所に羊さんがいるんですね。羊の神社であるんだね。そうなんです。冬はいつもお世話になっております。なんか可愛いよね、うん、可愛い。でも初めて聞いたよ、羊の神社、うん、そういうのも無理はありません。なぜかって、この羊神社は日本に2つしかないんです。2つってことは、1つはここでしょ。そうです。もう1つはどこにあるの？うん、1つはここ名古屋ね、うん、でもう1つは群馬県の安中というところにあります、うん、群馬県、なんかすごい離れたところにあるんだね、うんうん、まあ、どうしてこう名古屋と群馬にしかないのかっていう話は、まあ、後で説明するとして、うんうん、はい、とにかく日本に2つしかないからね。江戸の羊年の時には名古屋だけじゃなくて全国からたくさんの方がお参りに来るんです。でも羊出しじゃなくてもさ、近所にこんな可愛い神社があったらお参りしたくなっちゃうよね、なっちゃうよね、可愛いもんね、ところでこの神社はいつ頃からあるの？縁起式っていう1000年以上前の本にも出てくるから、うん、ざっと1100年以上前からあることになりますね。ずっとここにあるの？縁起式には、うんうん、尾張の国山田郡羊神社って出てくるんです。だからほぼずっとここにあることになります。ちょっと待って、1100年以上も前に羊って出てくるの？なんかさ、日本に羊ってそんな昔からいたの？なんかちょっと西洋っぽいイメージない？確かに、確かに、ね、羊。じゃあここでクイズです。クイズ、クイズ、はい、また羊は海外から日本にやってきたものなんですが、日本に初めてやってきたのはいつでしょうか？いつ？タキちゃん、はい、羊年。ごめんなさい、そういうことじゃないんだ。ボケ、ね、違うんです。ボケとかね、今天然だったのかな。正解はこちらです。バン、西暦599年、今より1400年も前に日本にやってきたっていうことなんです。すごい昔だね。そうなんです。599年っていうと飛鳥時代、聖徳太子の時代ですね。そう、当時大陸から、当時の天皇だった推古天皇に献上されたっていう記録が残ってるんです。そう、じゃあその頃からウールってあったの？その時にはまだ珍しい動物だったから毛を取ったりはしてなかったみたいです。そう、ウールが日本に入ってきたのはもっとずっとあと戦国時代にポルトガル人が鉄砲とかあと西洋文化と一緒に持ち込んだって言われています。ちなみに、国産ウールを初めて作ったのは江戸時代にエレキテルで有名だった平賀源内さんなんですね。ウールって割と最近なんだね。そうですね。じゃあ羊神社の羊って珍しいから神様になったの？違うんだな。え、そういうことじゃないんだな。これが、どういうこと？違うんだ。何？じゃあどういうこと？教えてよ。教えて。教えてよ。教えてよ。
皆さん、羊神社のご祭神気になりますか？うん、なるなる、なる。でも今日はちょっと簡単には教えたくないんですよね。なんでよ。さあということでここでご祭神を想像してみようのコーナー。イエーイ。羊神社のご祭神をですね、みんなで想像して発表していただきましょう。なるほどね。はい、じゃあさきちゃん。はい。でもやっぱり羊神社だから普通の羊じゃないし、神様でしょ。神様ってこと、あ、中羊、中羊だよ。あの駅前でさ、ずっとご主人様を待ってて、その功績でさ、ね、中堅八甲じゃないですよ、さきちゃん。あ、違う、違います。ない羊バージョンとか。違います。ない。じゃ続いてコニタン。はい。でもやっぱりウールだと思う、私は。だってモフモフしててあったかいし、いろんなものに神様が宿るって教えてもらったし。ウールではありません。違います。さあ続いて楓ちゃん。でも羊でもなくウールでもないってことは、意表をついてヤギ。そんなわけない。なぜヤギ、羊神社なのになぜヤギ。かもしれないじゃん。かもしれないじゃないですよ。違います。全員外れです。じゃあ何。ちょっと今回は私引っ張らせていただきます。正解は本殿にお参りするときに発表します。さあじゃあお参りする前に手水舎で手を清めましょう。はい、はい、でもちょっと待ってね、この手水舎にはちょっと萌えポイントがあるんです。萌えポイント。そうなんです。じゃあお清めに行きましょうか。はい、はい、はい。なんだなんだ。わあ、羊がいる。本当だ、本当だ。羊が水出してるよ。かわいい。サイナ、はい、写真撮って。え、あ、私、ね、さっきも撮った。私も可愛いもん、この羊さん。いいけど、いや、私も撮りたいんだけど。え、よいしょ。あ、かわいい。すぐ撮っちゃうよ。いくよ。あ、ちょっと待って、はい、ね、前髪大丈夫。ねえ、ちょっと待って。あ、フィップ大丈夫。あ、フィップ大丈夫。そんな可愛くて。可愛くて。ちゃんと撮ってよ。ちゃんと撮ってよ。撮ってよ。可愛く撮ってよ。はい、チーズ。もう一枚。え、嘘。